ママさん。やと思う。そっからはホテルも取ってないし、これかわいい。どこ行くんですか？まず最初カンボジア行ってアンコールワットに行って。カンボジア行くんや、うん、ゾウさんいっぱいいるわ。いい匂い。やばい、迷路みたいになってる。もうすぐ海が見えます。イエーイ。とりあえず見てみよう。わからん。今や。え、このシャボテンめっちゃかわいい。なあ。朝ごはん。いきます。すっごい、ドレッシング多すぎ。でも、重たいもん。いっぱい食べれるやんな。うん、こってこて。ドレッシングが。ポテトは食べる。美味しい美味しい。でもどっちも味濃い。スパゲッティのわかるソースの量やんな。重たいもん、なんか野菜。え、もうしょっぱい。塩気がすごい。結構楽しそう。アメリカ人のりのご飯、うん、なあ、ご飯。先が一番好きってことは分かってんねん。なんかさ、ちょっとさ、あっさりがいいからさ、サラダにしたのにさ、あっさりじゃない。この、かわいい人。やったー、これ食べた。あっつー、すんだ。あっつすぎひん。足だけ入る。あっ、冷たい、ちょっと。寝てるわ。でっか。これミディアムなん？あ、かわいい。名前はマナオ。マナオ？マナオちゃん。マナちゃん。はい。シッポ持ってる。シッポ持っていいの？大丈夫。すごい、にゃんこやん。バイバイ。マナちゃん、バイバイ。タイガー。
あー、かわいい。バイバイタイガー。鈴も見にやったらもうちょっとベタッといけたかもしれへんなあ。乾杯。乾杯。チョコレートファクトリー、めっちゃかわいい、きれい。チョコレート、このシャワー難しそう。すごい、ほんまに水の上やな。あ、あそこちゃん。それな。わ、でっかいパンダ見つけた。めっちゃ長いわ。めっちゃ絵になってる。夜ご飯なんですか？大反対だ。今の時期変わってない。何だそのご飯。ご飯でね、マンゴーフムリのお腹いっぱい。うちもココナッツのあれにしよう。多かったけど。めっちゃお腹いっぱい。これ全部明るくしてる。これ明るくしてんねん、これ。なんかキュウリみたいなものが入ってる。しかも、オイリー。満足。あとで生そういうの見る？今多分無理やと思う。寝ろ。うん。風強いやん。けど美味しいで。冷たいのが食べたいんですよ。あったかいのしかなかった。揚げ物とかな、うん、甘いものかな。なんかもうサラダ恐怖症やな。あれやばかったな、その。うん。あれやば。なんかめっちゃ可愛いわ、このトミヤムくんマグネット。
可愛い色味が。出発します。行ってきます。全部残すとか。パッタイはいけるわ。マインはいける。美味しそう。めっちゃいい匂いする。うん、そう。うまっ。美味しい。めっちゃうまい。うん、めっちゃうまっ。うんうん、けど辛い。だいぶ辛いわ。日本の焼きそばの味する。うん。美味しすぎるわ。ライム絞ってみるわ。めっちゃカロリー少なそう。もちもちやな。うん、うん、この子何？きついな。全部混ぜ込んだわ。おいしいやな。うん、お疲れ様でした。2匹いた。でっかいな。
え、どっちにしよう。Thank you. カッパンカフットマッサージ。Let's go. あれは？これは？これは？怖いな。ドキドキする。全然大丈夫じゃないけど。気持ちよかったです。楽しかったな。よかった。うちだったらちょっと強かったけど。え、見てみる？一回、そのメニュー。分からへん。うちご飯入れるわ。最高のロケーションやな。かわいい。めっちゃかわいいこの画面。日本のと変わらん。いただきます。めっちゃおいしい。食べてみや。絶対チキンの出汁の味する。動画また鳴ります。バンコクへレッツゴー。バンコクなあなあ。
けど。うん。あ、生き返る。ほんまに。ちゃんとこれなんかついてるし。死ぬほどうまない。やばい、ちょっと異常なうまさを感じんねんけど、ありえへん美味しさ。めっちゃ柔らかい鶏。見て、この画面の中の茶色さ。あ、かわいそう。いただきます。うん、うまっ。めっちゃうまい。こんな感じやで。うまっ。これ食べてみて。いいよね。食べて。なんで？うん。I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. この動画がいいねと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。インスタグラム、ツイッターのフォロー、パン教室もチェックしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。